ハイチューブ TV。ちょっときつい。これ内巻き入るんですよ、本当。で、これで例えばお客さんにどうですかって聞いたときに、あと2センチ、1センチ切りたいよって、わかりました、じゃあもう一回切りましょうって言って、切ることもできますし、これを、これ、否定してるわけじゃないんですけど、例えば、じゃあバックから切りますね。今日はどれぐらいの長さにしますか？はい、じゃあ今日は、どのぐらいの長さにしますか？じゃあ今日は肩ぐらいの長さにお願いします。わかりました、じゃあ肩の長さにカットしますねって言って、ボブを切るのになんかこうわかんない、どうやって切るかみんなさんわかんないですけど、なんかこう縦にチョップで切ったりとかして、はい、で次こうやってまたこう、まあ、ボブはみんなどう切るか知らないですけど、またこうやってやってこう切ってったりするじゃないですか。だけどこうやってやっていくと本当に繋がりがなくなるんですよ。インぐらいに切れることは簡単なんですけど、ちょっとずつ長くして切っていけばインぐらいになるんで、ただその繋がりがないと丸さが出ないんですよね、乾かした時の。なので一体化させて切る方が全然いいんですよ。だからなるべく細かく取って切ることによって繋がりがなかったりとかしてしまうんですよね。で時間もかかるし、でお客さんどうですかって細かく切って言った時に、まあ、しつこいですけど、いや、あと1センチってお客さんも言いづらいんですよね。多分このベースカットに5分とかかかってたらちょっと言いづらいじゃないですか。なので、まあ、僕は結構ざっくり言っちゃいますね、午後の場合は。ほんと簡単に切れるんで、まあ、これ人それぞれの考えがあるので、結構、まあ、ボブのスタイルじゃなくてもレイヤーのスタイルにとってもそうなんですけど、すごく単純に考えてて、すごく単純に考えた方が、シンプルに切った方がつながりも綺麗だし持ちもいいんですよね。昔ってよくディスコネとかよく僕入れてて、2セクションで切って、まあ、3セクションぐらいで細かく取ってブロッキング取って、まあボブじゃないですけど、ここと2ブロックラインで取って、なんかでこのネープまたなんか取ったりとかなんかよくしてたんですけど、なんか結局意味ないなと思って、はい、あ、永井さん、なるほど、ありがとうございます。すいません、否定してるわけじゃなくて、やっぱりシンプルに切った方がシンプルになるんですよ。なので、まあ、今これでも適当に切ったんですけど、まあ別に乾かせばそれなりに内巻きに入るんですよ、これでも、そぎ入れなくても。なので結構簡単なんですよね。でこのようにだ縦スラとか最近はそんなに使わなくなっちゃいましたね。縦でカットしていくことによって、なぜかっていうと縦でカットすることによってコームを根元から入れてしごいて切るじゃないですか。ですよね。根元からコーミングしてしごいて、頭皮に対して、立ち位置は90度でみたいな感じでこうなんかあるじゃないですか。これによって逆に根元からコームを入れることによって根元の癖殺してるんですよ。それに気づいてなくて、それでも展開図皆さん好きなんで展開図をずっと勉強したりとかしてやってるのがもったいないなって思うんですよね。結局それでマイナスに動いてしまったり、先ほども言ったんですけど、ゴムと一緒で伸ばせば伸ばすほどビョンって戻るじゃないですか。癖も一緒なんですよ。だから癖と仲良くならないとダメなんですよね。なのでそうです、癖を好きになるっていうか、癖を大好物になればすごくいいんですよね。あ、癖いいなと思って癖毛をこう生かすような感じで切っていけばすごいいいかななんて思います。はい。で結構ね、まあ、今、まあ、シーザー使う人もレーザー使う人もいろいろあると思うんですけど、まあいろんなね、カットの仕方とかあるんで、まあセリング使う人もいたりとか、もう全然、どれが正解っていうのは全然、このカットの世界っていうのはセンスなんで、正解はないと思うんですけど、やはり僕が思うのは、やっぱりハサミで切るっていう部分っていうのに関しては、やっぱり結構こだわってて、なぜじゃあこう、ハサミを使うかっていうと、やっぱりこう例えばレザーにすると引っ張った状態で
テンションかかってる状態じゃないと切れないわけですよね。例えばこういうノーテンションの状態でレーザー入れればベストなんですけど、まあ、縦にねバイアスで入れていけばまあ多少いいのかもしれないですけど、鈴木さんすいません、ありがとうございます、さすがですって、すいません、レーザーってこうちょっとテンションかけるじゃないですか。このテンションかけるのがダウンができちゃうんで、まあ馴染みはいいんですけど、まあそういう部分でレーザーのいいところはあるんですけどね。あとセニングはやっぱりそのセニングでやっぱり毛先のところがバラッと汚くなったりとかしてしまうんで、やっぱハサミでこうやれた方がいいのかなって思いますよね。はい、なんで、このような感じに癖と友達になってカットしていくっていうような感じで僕は考えております。はい、このような感じですね。はい、この癖はどこに行くんだっていうのをそっと癖をこう優しくトントンってこうしてあげて切ることによって癖と仲良くなれるんですね。はい、癖毛と仲良くなってカットしていくっていう感じです。いかに癖と仲良くなるかですね。何言ってるのかよく分かんない。もうそろそろ帰ります。明日ちょっと朝用事あるんで、いうの感じで、このような感じで、この辺は結構ねサイドの毛って引っ張っちゃうと大変じゃないですか。すごく上がりますよね。なので本当にここは本当もう落としたところで、あ、ここだなっていうところを指で掴んでカットするぐらいなんですよ。わかりますか。特にここは持ち上げちゃいけません。ここは持ち上げちゃダメです。はい、こうクロスシェイプして真ん中ですね。クロスシェイプして、あと真ん中一回そーっと入れて、この毛の行く位置をどっちに流れてるのかなっていうのをしっかり見ながら引っ張らずにカットしていきます。はい、なんで癖をいかにね殺さないかっていう部分が大切だと思うんで、ほんとこのような感じですね、カットしていきます。はい、まあ、至って簡単なこうカットですけどね。はい、まあこういうような感じで癖と仲良くなります。ありがとうございます。お客様でやると首と肩が邪魔してなかなかうまくいきません。はい、大丈夫です。お客さんでやってもできます。このお客さんでやっても肩があったとしてもできます。全然余裕で。はい、でなるべく持ち上げないようにして切った方がいいんですけど、その場合は少し指をこっち側に入れますね。指をこうして肩があっても全然大丈夫です。多少ちょっとリフトはしちゃうんですけど、こういう肩がある部分は。だけどシェイプでしっかりこう、シェイプっていうか、まあこうあれです、ね、うまくこう髪の毛をいい位置に生かしてあげれば、肩とかはそんなには関係ないです。コメントありがとうございます。はい、そういうような感じにすれば肩があっても大丈夫ですね。で、ネープのところは、じゃ肩がある場合のネープのやり方、すいません、僕ちょっと漢字がお客様でやると首と肩が邪魔してなかなかうまくいきませんって書いてらっしゃる方の肩は僕分かるんですけど、漢字がいつも読めなくて、なんていうお読みしたらいいのかがちょっと漢字弱くて、いつも名字がちょっと分からないんですよ、すいません。で、肩ある場合はもう僕の場合ですけど、ネープだけ、ネープ切るときやっぱ肩だと浮いちゃうんで、そこはちょっとすいませんね、今トリートメントめっちゃついてるんで、ちょっと非常に大変な状態なんですけど、このように手で押さえてカットします。ゼロ度で切りますね。肩に合わせて切るというような感じですね。こういう感じです。そして、で、あとこちらも、はい、切ります。あと、いろんな方法があって、じゃあ1個だけ面白いやつちょっとお見せしましょう。
昔過去のブログとかにあるんですけど、タッピングアールベーシスっていうカットの仕方があって、これを昔、まあ最近ちょっとそんなに使わなくなったんですけど、使う時もあるんですけど、どういうものかっていうと、まあちょっとこれシェイプある程度柔らかくシェイプして、で外側に跳ねさせます、ボブ切るときに。でここをあのお客さんが痛くないぐらいの感じでトントントンってここを叩くんですよ。そうするとで毛先をずらしていきます。でカットします。これちょっと考えたカットなんですけど、こういう風にフォームで両方からこういう風にシェイプして、これだと外跳ねのラインなので、この指自分の指を叩いて、フォームの裏で指を叩いてイングラを作ってカットします。これはあんまりやり方見せた時ないと思うんですよね。動画でもやってないと思うんで、こういう風にして、これそうするとこの指に叩くことによって毛がずれてイングラになるんですよっていう簡単なカットの方法もあります。急いでる時とか、急いでる時は本当に使えますね。こういう風にやって、まあ、この辺あんまりテンションかけれないんですけど、自分の指を叩いて、これねドライカットじゃないとできないんですよ。実はウェットじゃできないので、すいません、これウェットでやってますけど、ドライカットだと毛がずれていくんですよ。そうすると毛に毛が動いて丸さが出てくるんですよね。